演奏する曲は飛行機雲です。この曲は皆さんが生まれるずっと前、ユーミンこと松任谷由実さんが歌手デビューするきっかけになった曲なんだそうです。10年前にスタジオジブリの映画風立ちぬの主題歌にも選ばれて話題になったんですよ。皆さんは飛行機が通った後にできる飛行機雲、見たことがあるかな。広くて高い青空に一筋に伸びていく白い飛行機雲、伸びては消えていく、そんな寂しさを感じさせる名曲を吹奏楽の音色でお届けします。それではどうぞ。する曲はドラえもんの新しい主題歌、星野源さんのドラえもんです。どこでもドアやタケコプターなど、4次元ポケットから出てくるたくさんの秘密道具、もし一つだけドラえもんの道具がもらえるなら何がいいか、
皆さん一度は考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひ一緒に歌ったり手拍子しながら聴いてみてくださいね。本日は最後まで私たちの演奏を聴いてくださりありがとうございました。それではどうぞ。
してね、お忘れ物ないようお帰りください。本日ありがとうございました。関係のまま、外の席にですね、運ばれてありますので、お待ちください。